すごくいい意味でシェアするみたいなね、そういうことで、そういうのだと思うんですよ。スピリチュアルってさ、スピリチュアルの体験ってね、目に見えない、目では見えないけど、そういう人の心の動きとか信仰とかね、正義とか誠実さ、誠意とかね、そういうのだと思うんですよね。でも自分の視聴者の人からね、そういうスピリチュアルのことがね、皆さんも1回や2回ね、体験してると思うんですよね。ほらこの犬も俺に触れてきた、触れたもん今パッてさね。スピリチュアルが高いんですよ。あのママとパパもそうだと思うんですよ。だからあのペットも、ペットのあのワンちゃん、ほらね、この子もね、ほらみんな覗くじゃないですかね、あの子とかさ、スピリチュアルがすごくその情動レベルが高いんですよね。心の知能質ね、偏差値が、そういうことをね、みんながね、もっともっと日本人がね、体験したり経験、体験経験して、でみんな話したりとかしてシェアできる、その経験談とか、そういうのがね、俺は今の日本人にはもっともっとすごく必要なんじゃないかなと思うね。金金みたいな、金が正義だみたいなね、分取っていいんだみたいなさね、騙してでもね、殺してでもね、金や地位や権利とかね、その人の人気とかね、信用を奪ってみたいな、そういうのとか本当に絶対良くないよ、絶対良くないよね。でもここ